籠石の奮戦で豊臣軍を撃退したものの、豊臣の圧倒的な物量を見せつけられた政宗はこれ以上の反抗は無意味と判断。また豊臣軍の武将たちとの戦いを経て、政宗の志すところも天下人の座ではなく天下の中身へと変わった。秀吉の死後にわかに情勢が変わる。豊臣家中で石田三成と福島正則らが対立、ついに三成を誅滅せんと正則らが暴発した。死に立たされた三成を救うため、三成の友直江兼続らが現場に急行、孫一の政宗も兼続らの加勢に向かった。弱きを助け強きをくじく、また男が上がっちまうか。第3話、三成救出戦。お前の心打ち抜くぜ。後には引けねえ。三成、爆弾だ！あの人、三成は普通にやばそうだ。三成を救う金継げの借りを切り返してやるわ。三成に味方する極悪人め、逃げられはせぬぞ。西屋敷から行くぜ。お見事、最下衆の力、そんなもんじゃねえだろ。こんなもんじゃねえぜ。行きなさい。
この状況は普通にヤバい感じ。孫一、上田で暴れた頃から皆変わらんな。時代は変わらない。次にあるのは敵味方かもな。その時は任せてもらうぞ。死ぬるべくして死ぬだけよ。お見事。最下衆の力、こんなもんじゃねえぜ。あんたこそ天下の歌舞伎者が出張る戦じゃねえだろう。ちょっと訳ありでね、秀吉のガキどもに無性に腹が立っちゃった。ったく手間かけさせやがって。開門、石田三成を発見したぞ。このように危険にさらせ、おバカめ、見つけちまったら、やめ、やめ、進め。敗北条件変更。ちょっくら戻って作戦会議だ。下がれ。雪村、この様子じゃ豊臣の世も先が知れたぜ。この先何が起きようと私の信念は変わりませんだろうな。お前ならそう言うと思ったよ。面だな。いつまで、なんで今さら俺が。てか弱気を見過ごせねえのが俺の流儀だ。お見事、歯ごたえのない連中だぜ。三成、ついてこい。俺から離れんなよ。笑えねえよ、秀吉。お前のガキどもは笑えねえぜ。行くぞ。すまん、感謝する。話は後だ、すぐ敵が襲ってくるぞ。行くぞ。頭でっかちをこっちに渡しやがれ。三成はわしが預かっておる。文句あらば来い。開門、進め。政宗が敵をおびき寄せるうちに逃げちまいな。世話をかけろ。待て三成、始末は俺がつけてやる。バカが。てめえこそ大バカだ。ひよさ、ご本人に報いられませんでした。Oh!
じゃあまだ騒いでるバカどもを片付けとくか。進め、次は開門。歯ごたえのねえ連中だぜ。敵将撃ち取ったぜ。で、色男が勝つってわけさ。相番崩れ落ちよう。次に天下を狙うのは間違いなく家康じゃな。誰でもいいさ、天下の中身はお前が気づいてくれる。ダチの言い草さ、やり方は多い方がいいってね。行くか、世の女性たちが待ってるんだよな。